プラダ。もう説明出せるから大丈夫かな。じゃあ迷わ、あ、あ、ないの？心配だから。あ、じゃあ一緒に歩くぐらいの。大丈夫？行ける？足元に行くじゃないってことで、それからポタ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 、あのこう地下水みたいなのが落ちてきますから、頭濡れてもエコだったり、やっぱりこれそう、帽子を出るとかね、あ、そうだ、これ帽子だ、いいね、あのバンダナをかぶってください。で、だからやっぱ帽子と、それで足元、そのサンダ、あのね、サンダルの方、ビチャッとならないように、いいですか、あのビチャッとなるところは今日避けますから、本当は長靴でドタドタと入りたいんですけど、皆さん女性なので、ここはじゃあ何が頭にかぶってるのかと思って、そうか、あまり避けた避けたか、暗いところは狭いところはダメ、狭くはないんですよ、狭くはないの、狭くはなくて地下と大きいです、天井も高いし、暗いだけ大丈夫、これだけ明るい人がいるから、あのね、いやもう私ダメって言って戻ったって、今までの中で何十回やったけど、一人だけいました、あー、いたな、いましたよ、え、あの人どこ行っちゃったのって言ったら、いや、やっぱりダメって言って戻りました、あー、やっぱ閉所恐怖症、そう、ほとんども一人で戻んなきゃないの、それでその人一人で外で待ってますよ、どこここで待ってくれた、だからね、あ、ダメって言ってきて、そのままね、まっすぐです、しばらくは、まっすぐだから、まっすぐ、で、こういう、戻りも、戻りもこっちに戻るよ、そうです、じゃあ、ここに戻ってくる、私、申し訳ない、申し訳ない、言いたいよね、あのね、私が伝えるから、そうそう、見た人、はい、ということで、いいですか、はい、無理なさらないで、あと加わるから、はい、あの外の方の見学の方に、あ、そうだそうだ、ここら辺、じゃあこちら、メインはここですけど、あはい、じゃあ気をつけて上がってください、そうなんて書いてなかったもんね。書いてなかった。